今週も始まりましたロザリオクロスの静岡ランランラン。この番組は静岡のアイドルパフォーマンスユニットロザリオクロスのメンバーが静岡県内のあちこち静岡県内あちこち足を運び、小さな話題から大きな話題まで自分たちなりに全力で楽しくお伝えする番組でございます。コメンテーターは静岡のことなら何でもかんでも知っている坂井先生です。よろしくお願いいたします。アルカントビー坂井です。お願いします。お願いいたします。お願いしますね。はいはい、はい、先生はサウナに行きたくて、うん、昨日静岡から泊まった泊まったんですか。もう入ってるその情報。はい、行きました。サウナ敷地終わりで僕来てますよ今日ここ。あ、そうなんですか。バッチリ決め込んできてますから。あら、行きます。サウナとか。いや全く行かないですね。あら、そうなんですよ。ちょっとのぼせちゃうのですが、こんな近くにサウナの聖地って言われてんだよ。だって敷地って。そうですね。俺毎週行ってるもん。だっておい汗だくで俺ラジオやってるもん SBS。 あら、一生懸命やってるわけじゃない。ただサウナの余熱がすごいから。ぜひ行ってみてください。ゆあちゃんも最高だから。ぜひ行ってみたいと思います、うん、それでは今日の話題です。沼津港といえば新鮮なお魚が名物ですが、うん、何やら新しい名物が誕生したようなんですよ、沼津じゃないの。最高最高沼津最高。それでは坂井さん V 振りよろしくお願いいたします。 VTR どうぞ。沼津港に新名物、有名店が放つ絶品の何かをリサーチ。おお、深海魚。あ、違う。え、何これ。楽しそう。探索ポットに乗り込み深海生物を捕獲するシューティングアトラクション、ザ・ディープシーワールドやシーラカンスの展示で人気の深海水族館も並ぶ沼津港港83番地。いいなぁ。水族館よりもなんか最近なんか出たおすすめのスイーツっていうのがあるらしくて、それはここでしか食べられないというニュースイーツ。お腹アイス。静岡土産で有名なタゴノツキが手掛ける特製揚げまんじゅうおかげ天。うまそうこれ。それを使った創作スイーツこそ新たな名物。ありがとうございます。見てください、可愛い。可愛い富士山。ねえ、もなかが富士山。え、これどうやって食べるんだろう。やっぱこれかな。もともとこっちのゆりちゃんが食べる予定だったらしいんですけど。なんで変わったんですか。直前で抹茶が嫌いという直前で抹茶が嫌いって言って。あ、そうなんだ。変わってもらったそうです。どうですか。合いますね、このあんことアーモンド。サクサクしてて美味しい。抹茶のアイスも食べます。はい、幸せそうな顔。幸せ。抹茶大好きなんだよね。あら、うん、女の子好きだよね抹茶。夏にぴったりですね。へ、冷たくて、うん、グルメ三昧で楽しむなら浜焼きもおすすめです。あ、もうフィッシュボールと座ったとこ一緒じゃん、うん、俺見たもんこれ、フィッシュボールのやつで食レポをやるってやつ。さあ、坂井さんどうでしたでしょうか。沼津楽しめるね。うん、すごい美味しそうでしたし。ね、あんなとこあるの、はい、俺知らないわ。あ、本当ですか。うん、行ったことある。よく行ったことありまして。あ、そう。それこそロケとかでもよくあそこ行くんですけど、本当に美味しいんですよ。あ、そう。あそこの浜焼きしんちゃん。あ、ズブズブでやってるわけ。いや、さんと違います。めっちゃ見るっていうの。だからフィッシュボールでも見たもんね。あ、まあ、そうですね。席一緒だし。いや、本当に美味しいんですもん、あそこは。ロケ使いやすいとこってあるからね、やっぱり。でも本当にプライベートでも行きたくなるくらい美味しいですね。じゃあ今度ほら、はいはい、仲良くなるために行く。行きたいでございます。はい、行きたいです。行こうよ。じゃあロザリオクロスとぜひ。ロザリオクロスとロケぜひ行かせていただいて。静岡ランランランのロケ俺も行ってみたい。あ、ぜひ。聞きましたか、スタッフさん。よろしくお願いいたします。うん、それでは坂井さん、最後にだろう、今日印象に残ったポイントを一言でよろしくお願いいたします。僕あの富士徳波大学行ってたんで1年間、はいはいはい、沼津にも行ってたやついっぱいいるんで。あ、そうなんですね。沼学の小松元気。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。